やっぱり突端は風が気持ちいいですね。ここは確かアザラシがいる、オットセイ、アザラシかなんかがいるんじゃないかな。おお。住んでます。店で買って缶ビールもあるよ。今いますよ。すいません、バッテリーが痛恨のバッテリー切れが起きてしまった。このUSB のコネクトのところが調子悪くて充電がうまくできないんですよね。まあモバイルバッテリーと今つないでるんですけど、すいません、痛恨のアザラシ餌シーンがこちらのオズモアクションの方では撮れていませんでした。しかし iPhone ではバッチリ撮ってますので、そちらをご覧ください。お前暑くないのかい。多分こいつが全部食べちゃうんだろうな。ガリガリだわ。ほら登る力もないよ。よいしょ。この2頭しかいないのか。水きれい。いやー入りたいな。ということで、多分5分ぐらいちょっと撮れてなかったのかな。まあ、ちょっとアザラシに餌あげてお店で
アクエリアスを買って今飲み干したところです。アクエリアスは私の高校時代の部活のアジト、これです。もう一気に飲み干しました。もう高校時代部活、夏休みの部活帰り、毎日アクエリアスを飲んでいた思い出が蘇ります。今から2時間半ぐらいか、レシリザかっちょいい。この後通る道は阿仙帽子三崎港、三崎海岸、今から通る道はもうこの島でもうレシリザを思う存分に味わえる道ですね。残り何キロだっけ、残り14キロ、いやーまだまだ暑い。途中でヒッチハイクでもしようかな。残り15もあるのか。